はい、というわけで今日はね、大阪の心斎橋に来てるんですけど、まあ大阪って言えばね、ちょっとこの時間帯いたらもう金龍ラーメンがね、ちょっと食べようかなと思って来てんですけど、行ってきます、金龍ラーメンに。ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。
はい、皆さんご視聴お疲れ様でした。今回はですね、道頓堀を中心とした南エリアに、展開しておる、金龍ラーメンというところに行ってきました。まあ、ここなんですけど、博多金龍とはまた別のね、お店になります。全くもうこの無関係ということですね。まあ、こちらのね、この金龍ラーメンなんですけど、1982年昭和57年に開業したということですね。これがもうスープは豚骨ベースの薄くシンプルな味で、麺はストレートの、中細麺であるということですね。はい。まあもちろんこの本店をはじめ、基本的に24時間営業と、いうことになってますね。この南で飲んだ後に、この締めで、立ち寄る人が多いということなんですけどね。で、これをね、金龍でね、有名な、龍の、オブジェなんですけど、これはなんかもともとその漫画日本昔話を、モチーフにしてこれ作られたと、いうことに、ということで。まあ、金龍側ではね、その、怖い龍じゃなくて、可愛い龍にしてほしいというようなね、要望もあったということですけどね。はい。というわけで、今回、金龍ラーメンに、行かせていただきました。まあ、大阪にね、立ち寄った際とか、行くことがあると思うので、ぜひね、皆さんも行ってみてください。それではね、ご視聴ありがとうございました。またスピチューブの方もね、ご視聴お願いします。はい、それでは失礼します。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。